地ズエッセンドン空港はオーストラリアのメルボルンにある空港である。面積はおよそ三百五ヘクタール。九百二十一年にオーストラリア政府により開港されたエッセンドン空港は同年の十二月に最初の航空ショーを開催した。九百三十年代に入ると空港機能の拡張が行われ、九百四十六年には滑走路も拡張されるなど空港は 進歩が進んでいった。1950年になるとエッセンドン空港はオーストラリア国内の空港としては第二の規模にまで発達し、メルボルンでは初の国際空港になった。しかし、それ以上空港の規模を拡大することはほとんど不可能な状態となり、騒音問題で空港周辺の住民からは多数の苦情が来たという。さらにはボーイング747などの 大型旅客機に関しては、エッセンドン空港での離着陸は困難を極めていたことから、1959年にオーストラリア内閣により新たな空港を設けることが決定された。新空港の工事が開始されたのは翌年になってからのことであった。こうして、1970年にはメルボルン空港が開港。これにより、それまでエッセンドン空港を使用していた。 航空便の多くは新メルボルン空港へとシフトされたため、現在のエッセンドン空港においては、オーストラリア国内を行き来する国内線やチャーター便の航空機が中心に使用するようになっている。とはいえ、現在でもメルボルン市内中心部に最も近いのはこのエッセンドン空港である。ありがとうございます。